人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトはアランドラになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。さあここはなんだ、また崩れたよ下が。これ何、これ鍵かかってるってことはなんかあるんだろうね。でこれは何、くぼみはもうそんなの絶対入るしかねえじゃん。うん、とりあえず下降りてみようか。まずくぼみ入るのいいんだけど、わお、今度来るこうしてんやこいつ。カウンターか、こいつ弱いのは。ふぅ、これよかったらね、ようやくわかりましたわ。あ、動いた。へぇ、これ動くんだ。これこっからずっとこう行けってことか。なるほどね。これけどうまくタイミング合わないといけねえんじゃねえの。そうそう、これを自分でこうセルフでやれってこと、タイミングをの合わせ方を。すげえめんどくさいんだけどこれもうよいしょってやって、ちょっと違うな、タイミングが違うなこれ。めんどくせえ仕掛け、ここのやつ。よし、いけた、やっといけた、終わった。もうよし、はい、取れました。え、ポーションって1個取れ持てないの、不便。せっかく苦労したのに。で結局どうしたらいいんだこれ。あ、これなんか自動で行くやつかなんか。ああ、落ちる、ああ左かー、意地悪だわーマジで。え、何それ、絶対落ちんじゃん。じゃあこれ、開いたこれ。カギカギやった、ただのブービートラップかよ最悪だなあれ今の。さっきんとこやらしいわマジで。あれ、これ何、これき出てこないだろうな、これ。なんか違うのか、これも順番かなんかあんのか。あ、なんかまた女神像みたいなのがある。来たいけど行けない。またなんか落ちるとこあるし。そしたらまた敵さんがいるでしょ、違うの、なんかいるな。あれ多分敵さんを倒して
ってやつだと思うんだけど。あ、もう、速攻したよ、もう、ほんと。ここ長いぞ、ここ。長いっつか、ナオトキが昔の長いよ、これ。あ、こっちから行けないのか。ここじゃ落ちりゃ、行けるってこと？意味なかった。あ、けど行けるわ。違う、いらない。でも、これでこうやって行けば、行けるね。うん。魂救ったなんかいいことあったこと？亡者がどこ行ったな。ということは墓があるところだけを下ろすと開く。なるほどね。あれ動いた。これに乗るのいいんだけど、あれ上から敵を追ってきませんかね。明らかに、なんか明らかに追ってくる気がするんですけど。これがいけるんかな。いけたか。とりあえず一旦こっちに。あー、そっか、なるほどー、そういうことね。台があれば、あの上の女神像に行けますよと。よいしょ。じゃあとりあえずちょっとあいつのところにちょっと行きますわ。はい。はい。ちょっとこっちギリギリに行って。よし。これでいけるだろ。よっしょーと、あ！あー！バカ！気をつけよう。こういうとこ投げといて、よし、ちょっとこれでいけるな。ん？どこ開いたの？あー！そうなってんのねー。よくできてます。ありがとうございます。よし、よかったよかった。危ない、びっくりしたー。イエイ、やりましたー。はい。闇の中にこそ光は隠されている。え、それだけ？それだけっすか？ここか。灯して一歩下がれ。勝って二歩下がれ。2歩下がる。うん。叱るのち1歩なんだよ、今度。うん。これ最終的にもう一回降りないと無理じゃないの、これ。あ、いけるわ。灯して一歩進むってどういうことだ。勝って二歩下がる。灯して一歩進む。灯して一歩。よし。よくわかんなかったけど。また敵さんとちょいちょい戦わせるんで。
よしよし、最高。あれ？しまった。そうか、そういうことか。灯して一歩進んで、勝って二歩下がる。光の地進んだらいけたんじゃないの。やったー。ボス戦っぽいな。違う、やっぱりー。なんかでけえし、なんかでけえよこれ。あー、怖い怖い怖い。すげえ岩打ってくるわこいつ。痛い。ゴリシゴリゴリシゴリゴリゴリシゴリ。あーおーぼー、てめえ、おぶらぶら、危ないって。こいつのパターンがわかんねえな、この落としてくるパターンが。攻撃自体は単調なんだけどな。おお、でもそれだけだな。痛い。追ってくるのに、奇才。あー、ぶねえ。そうそう、死んでくれない、そろそろ。あぶら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 。そろそろ死んでくんねえか。辛いわ、もうそろそろ。え、離れたらそんなに脅威でもねえな。やった、倒した、イエーイ。思ったより弱かったああよかったぜ。ほんで OK ですか。よし、倒してやったぜ。これ意味ないの、別に。お、あ、この人そうっすか。ら、もうちょっといい名前なかったのかな。ほうほう、わかりました。いきなりですね。うんうん、うん。七つの紋章って封印を解き、ネルザスを十倒すのだ。うん。ありがとうございます。これ何ですか？大地の章、上。上下あんの？これじゃあ。魔法かな？これもしかして。マジックシード。おぉ。魔法の種ってこと？魔力回復するのかな？お、あった。よし、最大値上がりました。ありがとうございます。あ、なんか横についたな、あれ。上になクリスタルみたいなのが。はい。はい。はい。紋章を集めてってことですね。またくれんの？太っ腹っすね。鳩の血の紋章？
変わった紋章だな。はいはい。おお、守護者がいるのか。ありがとうございます。至り尽くせり。ここ。おお、戻った。あー疲れたー。あー閉まるー。もういけないのね。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえずね、地下墓所に行って、ラーっていう人再会できましたけども、まあなかなかね、道中の謎が結構きつくて大変でした。まあどのくらいに変身されたかわからないですけども、ほんと小一時間やってましたからね、ずっと。これからもこんな感じ続こうかなと思うと先が思いやられます。まあけど魔法とかがね、使えるようになったみたいなんで、ちょっと楽しみですね。使ってみたいですね。またね、プレイステーション1ソフトに関しましても、様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり、率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、苦手だなっていう方はグッドボタン、高評価を押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。